私は地球人の意識の解放をしたいんですよ。それが一番の私の欲です。この世は狂ってるから、あまりにも。それを本来であるべき姿にしたいんです。ならば、今言ったことをみんなが知ることです。私たち人間は人類とは一体何者なのか、そして私たち地球人はこれからどうなっていくのか、今回神人さんがお話ししてくださったことは全人類が今すぐ知るべきことだと私は感じています。この動画で初めて神人さんを見たという方や神人さんのことをよく知らないという方もいらっしゃると思いますので、簡単に神人さんの紹介をさせていただいてから本題に入りたいと思います。神人さんは類まれなる現存するシャーマンとして、この王室区神事を高次元の存在である宇宙指導霊団から降ろされました。このような重要な霊の書を書き記したシャーマンがこの同じ国に同じ時を共に生きているということはとてつもない幸運だと私は感じています。ところでまだあまり神人さんを知らない人は、神人という名前に拒絶反応を示していませんか？実はこの私も初めて王室区神事を目にしたとき、著者の神人という名前が目に留まり、この人はもしかしたら自分を神だというふうに主張されているのかなと、いぶかしげに見ていたことがありました。しかしその後、ちゃんと言葉の意味を知ると、ああ、なんだ、そういうことだったのかと、誤った解釈を正すことができました。念のため、神人という意味について説明しておきますと、神と人とをつなぐお役目という意味になります。例えば沖縄では海に携わる仕事をしている人のことを海人と書いて海人と呼びます。同じように沖縄では神と人とをつなぐお役目のシャーマンのことを神人と書いて神人と呼ぶんですね。ですから神人と書いて神人、シャーマンのことなんですね。ここで言う神というものは自然、神羅万象に宿る神のことを指しています。ですからどこかの宗教団体のように教祖を神の使いとして崇め奉ったり、亡くなられた人、霊人を神として崇め奉ったり、または仏像などを神の化身として崇拝したりはしていません。神人とは私たちの生命を育む自然、神羅万象に宿る神に手を合わせ、人と霊と神とをつなぐお役目のことです。では、神人という名前の意味を知っていただいたところで、ここから本題です。私たち人間は本当は何者であるのか、またこれから地球人はどうなっていくのか。神人さんとの対話、貴重なお話をぜひお聞きください。以前宇宙の始まり、先ほども言いましたけども、地球の始まりについて教えていただきましたが、私たちの歴史について、これを順序立てて知ることが大切とおっしゃっていたので、今回はその地球人、私たち人についての真相を、お話し教えていただけると嬉しいんですけれども、はい。まず私たちっていうのは、人をやってるんですけれど、はい。人はどういうものかって教わらないんです。はい。まずこれをね、考えてもらうといいですよ。自分は自分のこと知らない。肉体を毎日扱ってるのに、関わってるのに肉体のことを知らない。はい。不思議ですよね。うん、人間を、人をやるならば、人とはどういうものかっていう。人のプロフェッショナルじゃなきゃいけないはずです、ね。せめて大人であるならば。はいはい。なのに、はい、人が人を知らないんですよ。うん、例えば、頭はどうなってるんだとか、内臓はどんなものだって、どういう働きするのかって。なぜみんなが全員知らないんですかね。確かに。脾臓はどこにあって、はい、胆のはどこにあって、どんな働きをするのか、うん、
なんでみんな知らないんですかね。なるほど。ね。まずね、知らないんですよ、みんな。人をやってる、うん。でね、これがね、教育に入ってないんです。義務教育に。なんでですかね。おかしくないですか。おかしいですね。ここにね、いろんな答えが入ってるんです。人は、人が何者かをわからないようにさせられてるんです。なんでか。多分困るものがいるんでしょう。どうやったらこの体が健康を維持し続けられるのか、病気にならないで生きていけるのか、最低限こういった教育って義務教育になった方がいいです。あった方がいいですね。なんで入ってないんですかね。確かに。おかしいですよね。そうですね。医学を学ぶ、ね、そういった方々の中でしか教えてもらえない。うん、で、実はおかしいんです。うん、人をやってたら、全員が人のプロじゃなきゃならないんです。人とはね、こうで、ね、あれで、ね、血液の中はこうで、ね、全員が当たり前に分かってるような常識になってなきゃいけないはずなんですよね。はい。はい。生きるって何なんだ、死ぬって何なんだ、うん、この肉体に、いわば自分は、まあ今、生きてるって言うけど、生きてるってどういうメカニズムなんだ、教わらないですよね。はい、確かに。人をやっているならば、人のことをよく理解しておく必要があるのに、それを理解できていないのは、そういう教育を受けていないから、という、まあ、現状があって、はい、その中で、自分が生まれてくる経緯、うん、で、己というものはどこから来たのかとか、はい、で、死ぬというのは自分はどうなるのか、ということが、当たり前に教わるべきなのに、教わることができていない現状がまずおかしいということをまず言っておきたいんですよね。はい。うん。昔からこう、人はいるのであるならば、人とはこういうものだって、多分、分かってる人はいるはずなのに、うん、そしたら、みんなに教える必要性があるとは思うんですよね。一番、ま、学びとしてね、はい、うん。そこがまず、まずみんなに考えてもらいたいんですよね。だから霊的なものはまず置いといたとしても、人をやるならば肉体の中のメカニズムとか、はい、この肉体を維持するためにはこうした方がいいよっていう基礎的なことを、全員学ぶべきなんですよね。地球人全体が、そういう教科書があって幼児期から学んどいた方が健康を維持できるわけじゃないですか。確かにそうですね。ね、それを維持するためにはこれ食べた方がいい、これは食べない方がいい、こういうことはしない方がいいとか、ならばこの体にとって有害なるものは食べない、飲まない、触れない、ね、しないっていうようなことを徹底して教育受けるべきなんですけども、それを教えてもらえない世界で自分は今存在してるんだってことをみんなまず知るべきなんですよね。なるほど。まず一点はここですよね。はい。ね。そして、人というものを考える上で、まあ自分も人なわけだから、己は何者だって考えるのと同じことですよね。己は一体何者なんだろうか。で、肉体を考えたならば、自分で作ったものって何もないですよね。確かに。ね。このまつげ一本すら作ってないですよね。何にも作ってないんですよ。まずこれが事実ですよね。次。はい、これ、自分で生かしてないですよね。生きるって例えば呼吸でしょ、
はい。血流でしょ、はい。発汗でしょ、うん。自分やってないですよね。やってないですね。ということは、生かしてないんですよ、己は。うん、生きてくれてるんですよね。確かに。うん。で、別な視点で言うならば、自分で動かしてるようで、動かしてないですよね。生命維持においては、さっき言ったみたいに。ああ、はい、はい。呼吸しろとか、血液流れろって、いちいち自分で考えて指示出してないですよね。うん、そうですね。うん。で、プラス、メカニズム知らないですよね。うん。ね、さっき言ったみたいに。はいはい、作っていない、知らない、動かしていない。うん。なのに自分は人だって言って、自分だと思ってるんですよ、これをね。滑稽じゃないですか。確かにそうです。滑稽なんですよ。地球人って滑稽なんですよ。己が何者かわからないで存在しているものの集まりなんですよ。この星の住人は。はい。うん。宇宙から見たら、ね。どう見えますかね。過当な生命体に見えないですかね。確かに。そうですね。そうなんですよ。はい、非常に高度な知能を持った者たちが宇宙にいるとしたならば、はい、下等存在なんですよ、地球人って。うん、己が何者かわからないで存在していて、はい、しかもそこで同じ種族同士が殺し合ったり、奪い合ったり、非常に冷静低いですよね。確かに。うん。まずね、まあこういう視点からの人。とは何か。なるほど、うん。ね。今言ったところ、一つ一つ考えていくと、すごくね、不思議だなーってつくづく思うんですよ。でね、いろんな真実にたどり着いていくヒントなんですよ。うん。ならばその逆を学べばいいんですよね。今言ったことを明らかにしていこうとすると、己が何者か分かってくるんです。はい、地球人は何者かも分かっていくんです。うん。ね、考え方ですよ。考え方としてね。はい。うん。で、まあ、ここからは私がね、学んだこと、異次元存在たちから教わってきたことを説明します。はい。あの、人というものは、肉体があって、そして異次元の生命体である霊体というものがあって、そして宇宙のエネルギーという身体、神の体ってね、うん、それを、まあ宇宙エネルギーを身体、うん、そして異次元のエネルギー体を霊体、現次元の生命体を肉体。うん、でこの三つが重なり合って、はい、存在している。もの。というふうに私は教わってます。どれが欠けても今、己はいないんですよ。肉体がもしなかったら、異次元生命体ですよね。現次元には存在しないもの。それを死ぬって言うんですよね。うん、生きるっていうのはこの現次元の生命体があって、それに異次元の霊体があって、まあ、当然宇宙エネルギー、身体、これがあって存在できている様。これが生きるってことなんですよね。うん。だから我々の本質は何かって言ったならば、霊体であるが答えです。異次元生命体であるっていうのが、己の本質なんですよね。うん。だから人とは何かって考えたらば、今言った三つが重なり合っている様。うん、まあ生命体。まあ全体がそうですけどね。うん、はい。ね。ならばこの人をやっていく上で一番大事なのは、この現次元の生命体との付き合い方を学ぶってことなんです。
うん、生きるっていうことはね、生き方っていう部分においては、一番最重要は、この現次元生命体との付き合い方を学ぶこと。なるほど。健康的にどう維持すればいいかを学ぶことは生き方なんですよ。一番重要なのが。そこを教わってないです。なるほど。ですよね。今事実だけ言ってますよ。はい。うん、それくらい狂ってるんです。この世界は。一番最重要なことを教育しないんです。確かに。うん。で、そこを歪められてるんです。虚偽を植え付けられてるんです。これらをすべて払拭する。改善していくのはこれからですね。新地球時代です。正しい教育を受けて、正しく生きられるものになっていくこと。うん。ならば、言うならば、己が何者であるかを分かるものになることです。なるほど。ね。じゃあ、この肉体のことだけを考えれば、この肉体はどうやって存在しているのだろうか、どうやって今のこの形があるのだろうかを考えると、まず現時点において、これは何でできているかって考えたならば、物質、原子、元素、ね、地球の物質でできてるんですね。これも事実ですね。お器具と宇宙の物質でできてるわけですね。いわゆる現次元の元素、素粒子で作り出されているものである。それを形作っているのは DNA と言われるものである。で、これは、これで、独自で、存在できるものである。脈々とそれが、受け継がれて、ここに来ているもの。はい、あ、これも事実ですね。そうですね。ただ、己は作ってはいないですよね。はい、生かしてもいない。はい。ね、これも理解するですね。ということは、己ではないものですよね。はい。うん、ここ大事ですよ。肉体は己ではないものなんです。己が現次元で活動するために、いわば使わせてもらっている生命体である。が事実ですよね。はい、ここがすごく重要。肉体は己ではなく、己が使わせてもらっている、一番お世話になっている生命体であるもの。この教育を一番最初に受けておくならば、肉体との付き合い方は、ね、一番お世話になる生命体であるのだから、大切に使いなさい。毎日感謝しながら使わせていただきなさい。という教育を受けるはずですよね。確かに。そうですね。受けてないんですよね。うん。そうなんですよ。なるほど。大事な教育をね、あれもこれも受けてないんですよ、地球人は。うん。ね。ならばそれを学べばいいんですね、これからね。逆に言えば。はい。じゃあ、この肉体、生命体はどうやって今に至ってきたのかなって考えると、うん、よく教科書に載ってるように、ね、猿からだんだん進化して今に至ったんだよって思い込まされてますよね。それは事実ではないんですよ。自然進化して今に来たのではなかろうかという仮説なんですよね。これも事実なんですよね。今私が言ってることも。仮説を事実だと思い込まされている状態。うん。うん。事実上仮説だということをまず知るべきです。なぜ未だに仮説なんでしょうか。うん。事実ではなく、なぜ未だにそれは仮説なんだろうか。進化論というものは。確かに。これも、興味を持つことは大事ですね。うん。ね。人類は猿から自然進化してきたという進化論は未だに仮説のままである。うん。そう。猿は100年、1000年経ったら人間になるのだろうか。ならないですよね。うん。うん、別な言い方をすると、猫は千年後には虎になるんだろうか。いや、ならないですよね。はい、はい。
なんでかったら、遺伝子って設計図なので、それが脈々と受け継がれていくことなんですよね。その中がどん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 入れ替わっていかないですよね。そう簡単には。大きくね。うん。だから脳が倍になるくらいの自然進化ってないんですよ。うん。それはあらゆるもう科学者たち、生物学者たちはもう唱えてますよね。うん。自然進化は猿から人間に対しては当てはまらない。環境に適応して、そこで変容していくものはあるけれど、うんうん、種というものがガラッと変わるくらいの、うん、そういった自然進化はないっていうのはもう答えとしてあるんですけれど、うん、猿は猿という種なんですね。人は人という種なんですよね。うん、だから猿という種が人という種に変わることはないんですよ。自然に。うん、だけど、それはいつの間にか我々は虚偽が本当のようにすり込まれてしまってますよね。うん。確かにそうです。ここすごくうやむやにされてる重要なところなんです。我々が人間やってるんだったら、人をやってるんだったら、もっともっとね、はい、ここね、騒いでもいいはずなんですよ。うん。うん。猿はやっぱずっとどこまで行っても猿のままなんです。はい。うん。じゃあ人はなんで突如としてこうなったんだろうか。これ、未だに疑問のままなんですけど。うん、まあ答えは僕は知ってます。うん、それは異次元の存在に全部教わった。見させてもらった。納得させてもらったからです。なるほど。うん、ここからは、ね、うん、世の中で言われている一つの説。でもある。ね。うん。私も、ある意味、その説っていうか、私はそうだとちゃんと教わって納得できて。はい。人というものは猿か自然に進化していないです。はい、うん。じゃあどうやって生まれたものかって言ったら、遺伝子操作されて、はい、今の形になってます。誰によって？それは他性の存在たちによってです。地球外のヒューマノイドたちによって、うん、作り出されたこのハイブリッド種ですね。うん、ハイブリッド種、うん。はい。原始の猿の DNA と他性の存在の DNA とを掛け合わせて作り出されたハイブリッド種です。それが地球人ですね、うん。なぜ猿なのかって言ったならば、自分たちの容姿に近いものであったから。うん、ね。海のものとか、うん、とまた違うじゃないですか。鳥でもないじゃないですか。そういった部分で、うん、いわば、うん、遺伝子操作しやすかった。そして、ハイブリッドさせる理由は 何かというと、地球の環境に適合した種であった原始猿をベースにしなければ、この地上界で生きることができないからです。なるほど。多星人は多星人で、その別の銀河、別の惑星、で生きていくには都合のいい体ではあるけれど、この地球においての環境には不都合な肉体であるから。なるほど。です。うん。これがまず理由ですね。はい。まあ今のこの肉体だけのことを話しましたよ。この、はいはい、この肉体をどうやって起源で今に至るか、そういう起源です。はい。うん。だ。じゃあ、己は多生児によって作られたのかって、早合点してはいけません。ね、うん。肉体の起源ですから。この肉体は、己ではないっていうことを理解することです。はい。己が今使わせてもらっている肉体の起源の話です。
なるほど、うん。己はあくまでも異次元生命体なので、はい。うん。現次元生命体ではないんですよ。己はね。うん。現次元生命体を使わせてもらっている異次元生命体であるっていう、ここの認識をしっかりと持たないと、うん。ずれていきますよ。なるほど。うん。ええ。まあ、これがざっくりとした話ですね。はい。はい。まあ、だから霊体として考えたらね、はい、うん、はい。次、自分の本質である霊体じゃないですか。そうですね。はい。ね。うん。じゃあ、己は異次元生命体なんだな。霊人なんだな。まあ、もしくは人霊でもいいですよ。霊人でもどちらでもいい。異次元生命体。はい。うん。で、あるっていう認識を持っていくことがこれからすごく重要です。うん。うん。死んで異次元生命体になるのではなくて、はい。今も異次元生命体であるっていう認識を持って生きることです。そうすると、異次元生命体の意識が上がります。霊意識が上がります。おー、なるほど。霊意識が上がるってことは、これが霊性向上の、まず、要になります。異次元存在であり、なおかつ現次元存在ではある。両方の次元で、己は存在しているものという認識を持って生きることです。これがこれからの、新時代の地球人。うんの意識になります。現次元生命体だ、現次元の存在だというふうに我々は飼いならされただけです。マトリックスの住人ですね、今までは。これを終えるんですよ。はい。うん。我々は異次元生命体である。そうすることによって霊意識、いわば別の言い方をすると霊感が向上します。霊感が強くなっていきます。うん。霊意識が上がる。霊感が高まる。そうするとどうなるかというと、異次元が分かってきます。理解できるようになってきます。理解できる。うん。いわゆる霊能者になっていくんですよ。みんなが。みんなが。なるほど。ええ。それをアセンションって呼ぶんですよ。それが本当のアセンションなんですよ。なるほど、なるほど。はい、で自分が何者であるかっていうことを正しく理解していったその先が次の時代なんですね。うん。ね、透明人間になるとか、半透明になるっていうふうな解釈ではないです。うん。仮にそうなったとしたならば、肉体を失った後の話なんでしょ。それは死です。死ねばみんなその状態になります、うん。そうなることを喜ぶことでもないです。それが目的でもないです。なるほど。正しくは。はい。うん。だそこを正しく伝えるものが必要だったんです。うん、今言ってることが私が本当の意味で表に出てきた理由です。なるほど。うん。表に出ろと言われたのは今言ったことを伝えるためです。あまりにも間違った風にみんながマインドコントロール、洗脳され始めてきてるから、歪められてきてるから。霊体だけの姿になることが目的ではないんですよ。うん。それは死ぬということですから。霊体だけになるイコールそれをアセンションと呼ぶならば、死ぬっていう言葉をアセンションするっていうふうに言い方を変えてるだけに過ぎないことですよ。そうですよね。それを喜ぶって言ったならば、おかしなことになりますよ。確かに、うん。今災害とかで死んでる人たちをアセンションしたっていう言い方になるんですか？おかしいですよね。それを喜ぶんですか？おかしいですよ、うん。そういうことじゃない。うん、正しく言います。ね。ね。YouTube ってのは世界に配信されてんでしょ？はい。ならば世界中の人が見ることができるわけでしょ？
これから地球人はどうなるかっていうのは正しく私が言いますよ。霊意識が上がるんです。自分が何者であるかということを知って、霊感が高まるんです。うん。そうすると、異次元がわかるようになります。で、異次元の存在たちとの交流ができるようになります。いわば、異次元の存在たちとの対話ができるものとなる。うん。そうすると、いろんなことを教えてもらいます。何が本当で何が嘘かを。そして、霊識が強くなると、瞬間でいろんなものがわかるようになっていく。テレパシーを使える。相手の心が読める。いちいち言葉で使わなくても、瞬間で相手の思っていることがわかるものになっていく。そこの世界にはですね、嘘はつけないんですよ。地球人全体がそのように霊感が高まって、うん、相手の心を読み取れるようになったら、そこには嘘をつくものは存在できなくなります。ね。虚偽で支配することもできなくなります。今のように。だから、地球人全体の霊意識を貶めておく必要性があったんですよ。ある者たちからすれば。虚偽を植え付けてね。その要になってるのは、人は何者であるのか。己は何者であるかってことを、理解させちゃダメだったんです。だからそれを教える者も、ずっと、うん、消してきたし、表に出てこれないように、うん、まあ、してきたんですね。うん。だから私はずっと今言ったことを伝える目を持ってたので、それを伝えさせないようにするために、異次元からずっと攻撃を受けてきましたよ。それは悪魔、悪霊、霊団たちです。その上にいるのは、同じく現次元で言うならば、他世の悪い宇宙人たちです。この地球を支配し続けてきた。それを地球人に教えちゃダメだったんですよ。自分たちが支配できなくなるから。なるほど。うん。うん。表に出ていけっていう理由はこれです。これを表に出て言いなさいなんです。なるほど。私はその目を持ってるものです。うん、ね。霊能者も、チャネラーもピンキリです。いわばこの現次元、地球における、まあビジネスマン、営業マンみたいなもんですから、どこの企業の営業マンかなで、ね、役目は違います。うん、私は地球人の意識の解放をしたいんですよ。それが一番の私の欲です。この世は狂ってるから、あまりにも。それを本来であるべき姿にしたいんです。うん。ならば、今言ったことをみんなが知ることです。ね。まあよく世の中では5次元に移行するってスピ系ではみんな言ってるけど、はい、半透明になることでも、透明になることでも、死ぬことでもない。この現次元にいながらして、ね、異次元をちゃんと理解しながら生きる人になっていくんです。それはいろんな能力を使えるようになってきますよ。うん。うん、慣れるまでは苦しいかもしれない。うん。でもそこでは正しくそれを導く指導者がいたならば、その苦しみもね、緩和されていく。うん。ね、その壁を越えることもできる。うん。だから必要なのは正しいことを知って導くことのできる指導者たちが必要なんです。
ということで、これからその指導できるものが増えていきますよ。多分このチャンネルを見てる人たちから始まっていくんじゃないですか。ここに縁がある人が。だってこれを言ってるってことは、これを聞いてる人たちがいるんでしょ？聞いた人たちの中から、それはどん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 目覚め、開花し、能力上がり、正しいことを伝えられる人が増えていくわけですよね。そういうことですよ。ならば必要なことをね、していけばそうなっていきますから、はい、特別なものになっていくってことじゃないんですよ。ね。なるほど。それは違いますよ。本来の自分に戻っていくってことなんですよ。虚偽をどん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 払拭して、はい、デトックスして、はい、心も体も、うん、そうすると本来の自分に戻っていくんです。そうすると本来持っている能力を使えるものになるってことです。特別なものになるんじゃない。ね。そこの意識も変えなきゃいけないですよ。冷静を上げて、特別なものになって、ね。特別視されるものになるんじゃないの。なるほど。本来の自分に戻っていくんです。本当のことを知ってね。はい。ここすごく重要なとこですよね。だからこういうことを言われたくない人っていっぱいいるじゃないですか。宗教団体を筆頭に。ああ、そうですね。ね、世の中の科学とか常識だって言ってる世界から見ても、私が今言ってることって煙たいですよ。異次元からすればずっとこの地球を支配してきたもの、ね、支配してきた多星人たちからしたら一番言われたくないことを私今言ってるんですよ。だから私はずっとこの二十数年間攻撃されてきたんですよ。あらゆる多星人、あらゆる悪魔悪霊、その下辺にいる地球の霊団、霊人たち、下辺たち、ずっとですよ。それでいて、今それを表に出しなさいっていう時期が与えられて、今こういうことを言ってるわけです。でもそれを表にすることができる、許される時代に今入ったってことですよ。それも事実ですね。だから喜ばしいことですよ。この言葉をもうこうやってネットで言えてる現状があるってことは、世の中もう変わったってことです。そうですね。彼らは絶対に私を表に出したくなかったんです。これを言われたくなかったから。またこれを言わんとするものは、とにかく攻撃して、潰す。病ませる。自滅させていく。っていうことをね、大昔からずーっと行ってきたんです。当然、現代においてもそれは行ってきたけど、彼らは負けたんですよ。私がこう出てるってことはこれ答えです。彼らは負けたんです。一つのこれが証明ですね。だからこういったことを機に、これをね、見聞きした人たちから一つ一つが答え合わせになるし、いろんな洗脳の払拭、デトックスのね、きっかけにもなっていくだろうし、はい、どんどん変わっていきますよ。一気にドミノがわーって波紋が広がっていきますよ。でもこれは始まりに過ぎないですよ。知るという部分のね、本当のことを知るという部分の本当の始まりに過ぎないです。はい、要になる部分を今日言いましたよ。はい、自分は何者であるかを正しく認識する。そしてそれに必要なことをしていく。
はい。ありがとうございます。はい。ちょっと聞いてて嬉しくて鳥肌立ちました。ああ、そうですか。いやー、嬉しいな。いかがでしたか？私たち一人一人が真実に目覚めた。その次にすべきことは、日々の実践です。この王室真珠を日々音読することを私はお勧めしたいと思います。真珠を日々少しずつでもいいので音読することで私たちの存在の本質を忘れないということだけではなく、私たちの身近に存在する霊人たちにもその真珠を読み聞かせすることになり、彼らの霊意識も向上していきます。さらにこの王室真珠に秘められた霊力は他にもあります。まだご視聴いただいてない方は、ぜひこの王室真珠の霊力について後ほど視聴してみてください。今回も最後までお付き合いありがとうございました。